日本語で言います。今日の福音書の箇所は、実はイエス様が十字架にかかる前におっしゃ、十字架にかかる前にお弟子さんのことを思いながら、神様に、天にいるお父様にお祈りをした内容なんですね。そしてこのように、そのお祈りの中、後の後半の部分ですけど、このお祈りの中に、私はただこの人々のためにだけなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにお願いしますって言います。ちょうどイエス様が十字架におかかりになる前ですね、これこの下の方ですけど、ちょうどこのイエス様がオリーブの山に行って、この十字架を背負うことができますようにってお祈りする前、お弟子さんたちの足を洗い、それで一緒に食事をした後に、捧げたお祈りです。もう一つは、今日はイエス様が復活、十字架にかけられて復活なさったイエス様が40日後、こう天に昇られた、父のもとに戻られたことを覚えて、そしてそのイエス様の願いはどういう願いを持っておられるかというのをこう共に覚えます。そして今日の聖書の箇所をゆっくり読んでみます。読んでみると、私が神様のうちに、また神様が私のうちに、それずっと話して、またみんなが一つになるためですとずっと書いてるんですけど、よく分かりませんので、ちょっと紙に書いてみました。イエス様は、お父さん、あなたは私のうちにいてくださいます。そして私もあなたのうちにいます。そして私の周りにいる人々を通して、多くの人々があなたのことを知るようになるようにしてください。どうか私のこの周りにいる一人一人がどうか一つになりますように、どうか助けください。私とあなたが一つのように、またそのことによって私のうちに、これらの人々があなたと私のうちに一つとなることができますように。またお父さん、あなたが私をこの世に送られたことを人々が知るようにしてください。そして私とあなたが一つであるように、これらの一人一人もみんな同じ一つのものであることを気づくようにしてください。私の周りにいる一人一人が私と一緒になるようにしてください。そして私のうちにあなたがいらっしゃるように、そのことを通して全ての人々が一つであるようにあることを知らせてください。あなたは私をこの世に送りました。それはこの世の人々があなたの、私に与えてくださったあなたの愛を通して、この世の人々があなたの愛を知るためです。どうかこの世の人々があなたの愛を知ることができますように。
今ここに集められた人々が私と共に過ごすことができるようにしてください。そして私が十字架にかかったこと、その意味を知るように、そしてこの十字架の出来事を通してこの人々があなたの愛を知ることができますように。この世の中の人々は私のこと、お父さんのことをよく知りません。私はあなたのことをよく知っています。私は多くの人々がお父さんのことを知るようにします。それはあなたが私を愛され、またその私がその愛を持って多くの一人一人がその人のうちにあなたが贈られた愛と私をそれらのうちに持って、そしてお互いに愛し合うことができますように、そのことを通して世の人々があなたを知るようになるでしょう。愛とは何でしょうか。紙でちょっと書いてみました。愛というものは人を受け入れるのではないかなという気がしました。いろんな人々に出会う機会があるんですけど、特に英語のクラスで最近ある一人の人のことがちょっと気になる方がいらっしゃってて、この方のことがちょっと心に引っかかって、なかなかその人を受け入れるのが難しいっていう思いをしています。愛っていうものは何だろうか。それは自分のうちに人々を迎え入れることじゃないかな。イエス、愛というのはそういうもんじゃなという気がしました。その中で今日は母の日としてこのカナダでは守っています。お母さんっていうものは体に命を宿るっていうことをいたします。お母さんがこうして子供を宿って、そのうちに迎えるためにはつわりもあったり、まただんだん大きくなっているとお腹を抱えてこう、とてもとても10ヶ月の間を迎えてくれることによって、この新しい命として私たちが生まれます。愛というものは同じようなものかな。こう人々を迎えるように、だけどそのことができるようにイエス様は天の父なる神様にお願いしたのが今日の祈り。